ホリエモンチャンネル。皆さんこんにちは、堀江貴文です。今日もバーホリエモンチャンネルにいらっしゃってくださってありがとうございます。はい、こんにちは、寺田由紀です。ということでバーホリエモンチャンネル、本日はどんなお客様がいらしていただけるのでしょうか。バーホリエモンチャンネル開店です。誰か来てるのかなと思ったら、うん、YouTuber だったんですよ。で結構その英語圏、東南アジア全体とか、まあ、英語喋れる人いっぱいいますし、世界中で通じるじゃないですか。なので英語で放送してる YouTuber とかに行って本当にスターと同然に扱われてるっていうのを目の当たりにする機会が多くて、日本人は日本語しか基本喋らないから、うん、英語喋れる YouTuber はもっと強いんですね。半人口が母数が半端ないくらい多いっていう状況を結構東南アジアだと見かけます。まあ、テレビタレントより全然ね、影響力あるんじゃないかって思いましたね。そうですね。世界一の YouTuber の人のアクセス数ってすごいらしいですね。いや、だから、ね、自分のチャンネルだしね、しかもね。そうですね。で、どこの国からも見れるので、テレビとかになると、やっぱ放送してる県が違うので、それに比べるとやっぱり誰でも見られる。そしてあと東南アジアとかだと娯楽がちょっと少ない、テレビのチャンネルとかも少なかったりするんですよ。でもインターネットで YouTube 見ると面白いコンテンツがたくさんあって、その中に YouTuber があるとぶっちゃけテレビよりも面白いんですよね、 YouTube の方が。でそういう中でスターダムになってるっていう人がいっぱいいます。高知のよさこい祭りっていうのに行ったんですけど、はいはい、それちょっと地方社っていうのを持ってこうなんかいろいろイベントをやったんですけど、うん、僕 YouTuber と一緒に行ったんで、うん、YouTuber とか生主のやつらと一緒に行ったんで、うん、もう僕のファンっていうかこう手振ってくれる人ってもう30年ぐらいでしょ。そうか、そうですよね。おばさんが多くて、でもなんかそういう人たちってもうわーっとは来ないじゃないですか、うんうん、だけどそのね、YouTuber とかのファンの人たちっていうのはもうわーって来る。そうですね、来たーみたいな、高知に来たーみたいな、嘘ーみたいな感じでわーって来るんで、はい、すごかったですね。京一郎っていうデブがいるの知ってます。あ、はいはい、ニコ生で、はいはい、はい、もう京一郎なんてもうキャラクター扱いでしたね。どこ行っても京ちゃん来たーみたいな、見た目もキャラクターっぽいですね。そう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 、ちょっとゆるキャラっぽいですね。ゆるキャラっぽいんだけどすごい人気でしたね。全然もう全然違うんですよ。新しいコンテンツの流通の仕方が怖いですね。いやもうだからね、ヒカキンなんてね、ほんとここの実はこの番組ジングルをね無理ってやってなかったんです。そうなんですね。あれはヒカキンさん本人が撮ってくださって似てるなと思ってオマージュだと思ってたら、ここで下にちゃんと書いてジングルバイヒカキンって書いてあの1周年を迎えた時にまた最新バージョンも作ってくださって、どうですか、なんかそういうの使ってなんかやろうとか思ってます。やっぱプロモーションでその協力してもらう時とかは、まあ、成果が圧倒的に良くて、やっぱり1ダウンロード数円みたいなレベルでダウンロードされるので、うん、本日のバーホリエモンチャンネルはここまで。ご来店いただきました村田真理様はイエモやメリーカフィーなどキュレーションに特化したメディアを多数プロデュースしています。ぜひチェックしてください。そして古川健介様はナナピという暮らしに役立つ知恵を紹介している人気キュレーションサイトを運営しています。ビジネスから恋愛までためになる情報がたっぷりのナナピ、ぜひ活用してみてください。さて次回はどんなお話が繰り広げられるのでしょうか。お楽しみに。メルマガの登録はこちら。YouTube チャンネルもよろしくね。疲れたよ。マラソンだよ。